はいどうも皆さん、おこんばんにちは。たかぽんです、えー。今回は、えー、スキンの入れ方を教えていきたいと思います。えー、最新版のですね、今現在の OS の最新版のスキンの入れ方やら、えー、スキンの設定のやり方をですね、スキンの設定というか、スキンの設定ですね。えー、それを、スキンの変え方とかを教えていきたいと思います。はい。でですね、 まず、スキンというものは何なのかというのを、えー、理解しないといけないですね。まず、デフォルトのスキンの場合はですね、デフォルト,デフォルトの場合は、えー、スキンが、えー、どんな感じになっているのかというと、まあ、見,見たと思うので、あれなんですけども、このような感じになっているんですね、スキンが。 デフォルトはまあ、この状態でも見やすいっちゃ見やすいんですけどもデフォルト、えー、ただこの300の文字とか、えー、こういうのがちょっと邪魔ですよねあとちょっと色が見づらい色まあ、見やすい方なんですけどもまあ、30が文字出てきたりとか、えー、あとスピンが見づらかったりとか色々ありますであとはまあこういう感じですよね曲選ぶ際の、えー、曲の この画像がこんな感じになったりとか、モードのやつがこんな感じですね。MOD が。だったり、バックボタンがこのような感じだったり、リザルト画面ですね。スコア画面がこのような感じになってます。デフォルトは。で、ま、スキンというものを入れたらどうなるのか。スキンをまず入れてみましょうか。 えなら、俺のスキンの、そうだな、えー、ソードアートオンラインスキン入れましょうか。まあまだ配布してないんですけども、配布する予定なんですけど、まだ動画作ってないですね。ソードアートスキン、今入れましたね。まだスキンは変わってないです。オプション、スキン、えー、を起動したら、オプションから、この左のところの下の方に行き、 スキンを選択するというのがあるので、これを選択してください。そうすると、このような感じに画面が切り替わると思うので、新しく入れた SAO スキンですね。ソードアートオンラインスキン。これをクリックしていただくと、このような感じでスキンが変わりましたね。はい。ソードアートオンラインスキンはこのような感じです。ちなみにこれカーソルちっちゃいな。カーソルちっちゃかったら、えー、こういう場所から、 カーソルサイズで大きくすればいい感じになりましたね。はい。このような感じにしてます。西洋スキンは。スキンを変更すると、このような感じで、曲の見た目、曲じゃなくて、オスの曲選択だったり、見た目が変わります。もう MOD とかも、このような感じになります。 そして、リザルト画面などもこのような感じに変わりますはいスキップとかも変わってますね、はいえー、このような感じに変わるというのがスキンですねスキンじゃなくて、えー、あのー、あれですスキンあそうスキンだよそうスキンだよ <laughs> このような感じに変わるのがスキンですね。スキンを変えたらこのような感じで見た目が変わるという感じです。コンボバーストとかも、えー、そのスキンのフォルダの中に入っているキャラクターの画像が入っているのでコンボをつなげている際にキャラクターが出てくると次こっちから出てきますね。はい。このような感じにできるという感じです。ではスキンの入れ方ですね。 まずですね、スキンをダウンロードしましょう。今回は、えー、俺の、えー、アップしてる動画のスキンを元に入れますかね。俺の動画の、えー、スキンですね。軽音スキン入れましょうか。軽音スキンの道具があるので、この動画に行き、音量入ってる。この動画に行き、えー 動画の説明欄の部分にあるので、K 音スキンのこの、えー、URL を押して、パスワードをまず確認しましょう。パスワードが、このパスワードです。まあ、俺の名前ですね。タカポン0213というパスワードが書いているので、このパスワードの部分に同じようにタカポン0213と入力して、ダウンロードボタンを押しましょう。ダウンロードボタンを押したら、 このような感じでファイルのダウンロードというのがあるのでこのファイルをダウンロードするをクリックしてくださいそしたらダウンロードが開始されるので開始されたらこのような画面が,このような画面が出てきますで今回もデスクトップの方に保存しますのでこの状態まあそれかデスクトップ普通にクリックしてデスクトップと出ている状態でファイル名は変えずにそのまま保存をクリックしてくださいそしたら ダウンロードされてダウンロードが完了しましたダウンロードかダウンロード完了したらタブ閉じちゃって問題ないです、はい、こちらも大丈夫です、はい、でこのようなジ,ジップファイルですね .zip というファイルがあるのでこれを回答しましょう回答ソフト とかえー、回答ができない方はですね、回答ソフトを入れるのがいいと思います。回答ソフトの入れ方は、えー、俺のアップしている動画の中で一つ、えー、アップしているので、そちらの方をご覧になってもらうといいと思います。で,ですね、解答したら、このような感じに出てきます。フォルダが。フォルダが開かれて、中の画像とかが出てきます。これは閉じちゃって、そしたら、えー、デスクトップの方に スキンというフォルダが出てくるのでこのスキンを押すの方に入れましょう押すのフォルダを押すのじゃなくて、えー、まずフォルダを開いて下の左側のタブのローカルディスク C というのがあるのでローカルディスク C を選択してくださいでここでので どちらかですね、えー、コンピューターの PC のやつが3 2ビットなのか、えー、6 4ビットなのかで変わります。3 2ビットの方の場合は、プログラムファイルズという部分に OS が入っております。えー、この PC は6 4ビットですので、X86 という部分の中に OS というフォルダが入ってます。まあ、両方ある方は、まあ、両方見てみて、 えー、押すというフォルダがある方を探してください。こちらにはないですね。A86 の方にあります。このフォルダをまず開いて、開いたら、えー、データ、えー、読めないですね。ロケ、ロ、ロロ読めないです、えー。スキンズというのがあるので、スキンズを開いてください。フォルダ。 で、フォルダのこのフォルダが開かれたら、このフォルダの中に、そのままドラッグドロップで、ね、スキンズの方に入れましょう。ドラッグドロップというのはですね、えー、ファイルを、えー、長押し、えー、左クリック長押しした状態で、そのまま持っていき、離してください。こんな感じで。はい。そうすると、この中に入りました。これで入れることはできましたね。 この状態で押すを起動してください押すを起動したらオプションから下の方に行きスキンを選択するを選択して新しく入ったということを確認してからクリックしてくださいそうするとスキンが変わりますはいこのような感じにできましたちなみに えこのようなファイル、フォルダですね。フォルダからこうやってあのローカルディスク C から X86 行って、OS 行って、スキン、スキン図から入れてもいいですし、OS の方から起動してオプションから、下の方のスキンの項目のスキンのフォルダを開くを押すと、スキンのですね、フォルダが開かれます。 え多分ね、今使用してる、えー、フォルダが、今使用してるスキンのフォルダ内の、えー、ファイルがいろいろと出てくるので、えー、これではちょっとあれなので、この上の部分のやつをですね、スキンズというのがあるので、この部分をクリックしていただくと、画面一つ前に戻ってフォルダがそう表示されてます、はい。この状態でさっきみたいにポイって入れるのがいいと思います。 スキンはいろいろと YouTube や、えー、ネットの方でいろいろ調べればスキン配布とか押す、えー、ス,スキン配布とか押すス,スキンとかで調べればいろいろ出てくるのでいろんな方のスキンを使ってみるのもいいと思いますはいこれで全部入れ終わったこれで全部ですよねこれで全部ですね あー全部ですね、これで、えー。紹介、紹介っていうか、まあ、あの、オスの方を紹介したのは、えー、オスの導入、起動、設定項目の、えー、紹介、紹介っていうか、まあ、どんな、どんなやつなのかっていうのを教えたのと。はい。まあ、そんな感じで。というわけでですね、まあ、今回は、 えー、ちなみにですね、一回 OS を全部最初からインストールから教えるために OS を全部一旦消したんですよ。OS 自体を消し,消したんですよね。まあ、そうしないと、あのー、やっぱ教えれないので、教え置から教えれないので、あれなんだったんですけど。では、まあ、バックアップ取ってきました。デスクトップに。はい。た、え、ぶ、ー、こうしたらですね、 全部戻るかな。よいしょ。まあね、あのー、本当にいろんな方のスキン、えー、いろいろあります。うん、見やすいのやら、えー、見やすさ重視のものやら、えー、なんかキャラクター重視のものやら、そのアニメとかに特化したものやらとか、いろいろあるんですけども。 それを使ってみて、えー、まあ、自分に合ったスキンをね、探すっていうのが一番かもしれませんね。はい、えー。今も多分これで全部治ったと思う。はい。このような感じで元の状態に戻りますね。まあ、曲入れてる数がかなりあるので、結構これ時間かかるんですけども。 えーというわけで、今回は、えー、オスの曲の入れ方、あ、違う、もう、そうだ、導入から、スキンの入れ方までね、もう全部3つ動画で紹介しました。ということで、今回は、えー、この辺で終わりたいと思うんですが、えーっとですね、次回のですね、オス、次回の動画じゃなくて、次回のオスの、オスに関連した動画ではですね、スキンの 作り方を教えたいなと。解説しながら教えたいなと思います。えー、まあ俺,俺自身も、まあもうすでに何個作ってんだろう。何個か、何個だろう。昔、前からずっと作ったんですけど、うん。 ま,あまた最近作り始めてね、軽音スキンだったり、ソードアートオンラインスキンだったり、まあ、自分専用のスキンだったり、依頼されたスキンを作ったりとか、いろいろやってるんですけども、<laughs> やっぱりね、あのー、スキンはね、自分で作った方が全然いいと思います。あのー、やっぱり自分の使いやすいスキンに、もう完全にできるので、えー、やっぱりね、 いいいと思いますよ自分のスキンが一番はいもうこれ、えー、俺のかん戻ったかな多分戻りましたねスキンも戻りましたねえー、っとはい戻りましたねまあ曲はですねこのような感じでいっぱい入っておりますが 何曲だろうまあ、800いや900曲ぐらい入ってますはい900曲ぐらい入ってて譜面の数が譜面の数が、えー、3657個譜面持ってますねはいというわけでですね、えー、今回は、えーまあ、スキンの入れ方でしたということで次回はスキンの作り方を教えたいと思いますではご視聴ありがとうございました次回次回は特にお楽しみ 短いかてか、次回がすごい気になる。いや、知りたいという方が多いと思います。結構 YouTube でね、スキンの作り方をアップしてる動画ってないんですよ。ないんですよね。ええ、ないんですよ。多分。多分ね、確かない。俺が一回スキンの作り方、最初ほんと分かってなかった、あの、知らなかった時に検索してみたけど、ないんですよ、それが。 動画としてアップしてるのがなかったんですよ。まあ1年前の話なんですけど。はい。というわけで、まあ次回、まあ、スキンの作り方の動画をね、まあ長いんですけども、長いというか、まあ何個か分けると思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。